2019年フランス国際は2019年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会国際スケート連盟による 2019-2020ISU グランプリシリーズの第3戦である男子シングル表彰式女子シングル表彰式ペア表彰式アイスダンス表彰式2019年フランス国際は2019から2020年シーズンに 開催されたフランス国際、フランス杯。2019年11月1日から3日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、グルノーブルのペティノワール、ポレサットで行われた。今大会開催国の統括団体である、フランススケート協会に対しては、各種目定員のうち最大3人の出場枠が、用意された。各競技の上位成績者には、 2019-2020ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで1組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。